キセワ綿は、しそかめ端貴族の多年草。茎は直立し、四角形で毛が多く生え、高さは50から1 0 0トルになり、時に分子することがある。葉は、葉子質で体性し、葉平は、長さ0.5から3センチメートルなる。葉芯は卵形、または強卵形で、長さ4から1 1トル、幅2.5から7センチメートルになり、先は、絵頭、または、 ええと、頭になり、円には、大型の結黒状の巨子があり、基部は広いくさび型、または、やや雪型となる。葉の裏面には、微細な毛が生え、葉は、茎の上部に行くに従って小型になる。花期は8から10月。花は、茎の先端の溶液に壇上に多数集まって、は三下女になってつく。額は、筒状の象形で、長さ15から18ミリメートルになり、 荒い毛が生え、後列して、列片の先は、市場に鋭く尖り、斜めに開く。下側の二列片は、長さ約8ミリメートル、上側の三列片は、長さ約5ミリメートルになり、下側の方が長い。果敢は、長さ2.5から3センチメートルの二神経で、高死色をし、頭部は、楽頭より長く直立し、上唇は、フード状になり、 前縁で外面に白い毛が密生して白く見え、下唇は三列し、中央列辺は下方に曲がる。雄髄は四個あって、内下側二個が長く、上唇の内側に沿って伸びる。しず髄は一個ある。果実は長さ2.5から3ミリメートルになる文化で四個あり、東南上くさび型で平田産両型になる。日本では北海道、本州、四国、 九州に分布し、産地や丘陵地の草原や草地に生育する。国外では、朝鮮半島、中国大陸、ロシア沿海地方に分布する。和名、キセワ綿は、キセワ綿の胃で、果敢の上部に白い毛が多くあり、それを花に着せる面に見立てたという。種小名マクランサスは、大花のの意味。ありがとうございます。